レギンスってやべえな、好きに。ビギ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 。え、わかる。ビギってねえし。これレギンスって思う人、どういうことなの？明日だったら痛い。今まず痛気持ちいい。いや、なんか若い時はちょっと痛いけど、なんかちょっと痛かもね、2人ぐらい。それはやめてよ。2人でだいぶ多い。それは痛い。そうかな。多いよ。いい。なんでそれ痛いのか。TV にはまりそう、これ。どうなの？依存しやすそう。あまり依存しやすい。依存するね。あ、監禁したことある。監禁。なんで？え、依存してたから。嫉妬に狂ってる。嫉妬っつうか、洗脳してたね。洗脳。洗脳できるならいいんじゃない。で、会社以外まっすぐ帰ってきて、それ以外も監禁。週末監禁、ずっと監禁。そしたら眉とはなんか急になんか体をね、かくようになっちゃって、なんか最近なんか私と喧嘩してる時とか会話すると体かくのね、眉アレルギーになっちゃってね。誰に首絞めたの？ねえ、さっきの心が多かった。首絞め何？わかんない。首絞め食べ物がすごく美味しかった。ダメだった？私はすごく好きだと思います。なんかそんな時もあったね。あ、本当。ちょっとスーさんちょっとよくわかんないけど、トマトとビール、レッドアイ。あとなんか芋もあった。ここで。え、ゼロワン換気してた。ゼロワンは換気してない。野放しだって。芋もあった。いや、換気したのは一人だけ。食べた？一人だけ。本当にさ、おばかさんだからやめてくださる。女の子トマト好きだよね。もうおばかさん極まりないからやめてくださる。なんか一緒にいると言わない。私ゼロワンと顔似てるって言われた時あるから。似てねえだろ。似てない。似てねえだろ。スーさんはよくわかんないコメント多いね。スーさんは嫉妬してビギビギビギだ。そうなんだ。嫉妬に狂っちゃった。ビギ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 。言われてたよね、言ってさ。本当顔似てるよね、二人って。これは初めて言われてない。言われてたよ。あざだらけは転んだだけじゃない。酒飲んで。ノーコメントで。ね、違うよね。バカだよね。安定面。空気みたいな。おバカさん。おばかさんだよ。リフレッシュ枠、リフレッシュ企画。違う、どうしようもない。リフレッシュ。もうやめてくださる。タグマがおとなしいからさ。で、私も本当はおとなしいの。おばかさんですよ。ちょっとおかしいと思いますよ、こんなおばかさん。本当は。で、女の子って結構喋るじゃん、ミーコとか。指ペラ、この指についてるやつが一番うめえから。え？指ペロしないの？わかんないし、なんかわかんない。指ペロ、この指についてるやつが一番うまい。私お菓子食べないから、わかんなかったわ。これ指についた粉が一番うまいんだよ、お菓子って。へぇ、私お菓子食べないからな。ずれてる。びっくりした。スルスリはそう。やっぱ害ないんだ。フレーバー飲みよ。配信者ってみんなおとなしいんじゃない？せいじさんも、ゼラワもそうだけど、おとなしい。素敵だね。素敵だね。みんなそうじゃない？女の子は喋るよね。だって女性は男性の2倍喋んないとストレス溜まるらしい。そうなの。私だからめっちゃ喋ってんじゃん。1日会話しなくても大丈夫。あ、そう。
男の子、まあ、男の子だね。あの男性ホルモンめっちゃ強いからもうたくまよりもじゃもじゃ。それはない。ほんと長いだけじゃん。まあ長いけど、うん、私もうもっとここまで生えてた。でここも生えてるよ。あ、ほんとだ。指毛、あ、生えてるわ。でも私の方が濃いな。今日もあ、よかったね。爆裂だった。でも俺が顔小さいって言われる。やばい、も小さいから。じゃあなんか後ろからわざと映る。やってないから、そういうの。そんな女っぽいことやんねえから。店長のバースホワイトニング行った。ハピバースしたの。結局どうしたの。スティービーワンダー流した。私男性ホルモン強い。スティービーワンダー。でも毛穴全然ないけど。あるよ。そこまでカラー覚えてんだけど記憶失った。最後の、まあ、記憶失ったっていうよりか。そうだね。あんま感情論じゃないかも。女って感情論系じゃない。日焼けがもう向けてきてかゆいわ。脱毛18で終わってるって。うん。で、そう。だから悩んでたからね、一番毛を。でもだ、これが出たらバラバラ。口にいいってして。どっちがこれで見せるか。まあ、これがこれさせてやってもいいけどな。の顔。もうしょうがないよ、もうちょっと。伸びすぎて。シャンパン8分ぐらいあげたから。感情で怒らない。あんま怒らない。あ、どうだろう。男には怒るかも。まあまあ。だってさ、言っちゃ悪いけどシャンパンって結構。ああ。スペシャルハートセンキュー。ありがとう。ああ、ゆっちゃんありがとう。ありがとうございます。俺は女の子と絡むとこんな感じ。全然してください。結構じゃあ満員御礼的な。たくも喋んないからね。本当によかったね。みんなイエーイイエーイイエーイ。そんなだって喋ることないもん。おかえりした。仲直りしたかったんでしょ。いいね。あ、自分のお仕事どうじゃん。なんか消えちゃった。下にあるやん。感じ違うね。206。まえちゃん今日もお疲れ様。ありがとう。あちゃんナイス。ありがとう。ありがとう。私機関車トーマスの映像じゃないや。写真。何？で鈴木さんにちょっとこの前お知らせするんで。俺のおしぼり使ってる。自分のやつは床に落として。ことがタクは磨けたけど話しかけられなかった。イケメンだったって。それ人違いじゃない？人違いじゃない？結構あちこちいるからね。俺だって最寄り駅でも何人か見られて声かけられなかった。やっぱオーラ出ちゃってる。それ本当にそうなのかな。駅合ってる、駅名が。ねえ、これ私誰であってもベタベタしてる。用と違うんだよ。用とベタベタしてるよね。男女関係なく。そういうチャラい人無理だわ。チャラすぎじゃね。酒に溺れてボディタッチ激しいですね。私男女関係なく、でも特に女にかな。めっちゃ毛玉つくんだけど、これなんで。あ、でもシャラいね。スーパーアホアホ。ちょっとないよ。だってまだ2回しか入ってないもん。臭くなんない。臭くなんない。2回しか入ってない。名前何って何か。この人の名前言わなくていいよ。チンポ。チンポです。チンポです。なんかチンポみたいな、なんか顔、頭、なんか。今宵もチンポって。人となんか。そういう下品な話。うん、きついわ。
なんか下品だね、ワードセンスがもうだってそう見えるんだもん、だってんワードセンスが下品、本当にそう見えるんだもん、そう見えても普通言わないから、ごめんね、下品でしかない、ごめんね、初めて前の占いキャスで批判されまくりだった、いや私本当は上品だし、本当はとかじゃないから、配信外すごいなんかこう女っぽいし、本当はとかないんだよ、こういうこと言わないし、なんか下ネタ言う人苦手だもん、でも私さ配信外電話したことあるけどさ、お上品だよね、覚えてない、覚えてない、でも違うでしょ、いやこんな言葉汚くない、違うでしょって覚えてないのに違うもん、クソもねえ、言葉遣いそんな汚くないでしょ、分からん、この女の子下品、お酒もよくご存じ、サさんやってんのかな、あ、新車ボーイ結構おります、いや、新車はもう嫉妬に狂ってんの、お酒飲んで取り乱してる、取り乱しちゃって、まあ、そういう時もあるさ、そうなんですね、だからやっぱり煙物はなかなかね結構少ないんで、山頂目のあたりとか、それが売りってわけでもないんだけどね、そうですね、滋賀の店はどうしてもね、そう嫌いな人もいますからね、そうですね、ちょっと言う強い、そう一番美人、俺は違うんだよな、ふざけんな、マジで、え、何が大事、一番って言っとけよ、流れ的にえせえんだよ、マジで、いやそれ、おのおのあるやん、別に否定しなくていいじゃん、え否定しなくてよくない、別に、そうだね、だよくね、そうだね、そういうとこなんじゃない、206号しつけえな、ほんとさっきから第2回っすか、さっきも髪型って書いたら絶対かっこいい、でそこに俺はこれで満足してるからいいんだよ、足が無理じゃない、そういうとこだよね、そういう正直いらないよ、だってごますり必要もないじゃん、長いですよね、そうですね、でもそうじゃないんだよな、空気読めないと、 あなたはそうかもしれないけど僕は違いますよっていう否定がよくない、いやいちいち言わなくてよくない、なんか、ね、たくまくんかっこいいっていうコメントに、いやそうかなっていうのがうざくない、そうかなではないからね、かわいいことは否定してない、一番っていうことに対して俺はこうですよっていう、なんかいいよね、否定はしてないよ、たくまが一番かっこいいって言われたらどうする、一番配信者の中で一番かっこいいわ、一番そうですか、そうですか、同調もしてないじゃん、そうですか、異次元だって可愛さがそれはないわ、お前何なの異次元じゃない、わざ異次元にはいない、異次元だから、異次元って言ってるから一人だけね、え、前って異次元からどう、みんな異次元じゃない、異次元ではない、俺も知らないけど、一人だけで、一人だけ、いおりさんだけ五次元あ、宇宙を超えてるらしいよ、宇宙超えた、宇宙超えた、宇宙超えた、私、銀座だから日比谷線に1本だった、でもあんま早く行っちゃダメ、206号しつこいよ、本当に俺に構わないで、もうこっちに対してコメントして、顔だけじゃない、なんか可愛いのに性格がそんな可愛くない時は、性格が残念ってこと、性格ちょっと残念な時はある、どんな配信で、いや配信のすぎるから、まあ配信で見るときは
なんかもったいないなって思う部分もあるけど、それが売りだから、うわっすげえ、ネズミ、あ、びっくりした、スーってこんなとこ行くんだ、いいんだよ別に、それでおしぼりもらって、なんで顔拭きたいから、顔拭くなよ、なんかちょっとね、化粧してたから、もちろん気取ってるのもすぐメイク落としたくなるから、ね、それぞれ味があるわ、すぐにじゃあやめた方がいいよ、たくま若々しくてかっこいいって、あ、もう行っても満杯です、たくまの声好きだって、実験博士の、実験博士ので、あなたの意見、そうですね、どうしてかな、まだもうちょっと火のかみますか、いいよ、たくま枠やっていいよ、あ、戻った、戻った、戻った、あ、戻った、ラム見えたら、あ、戻った、川張りのラグが20秒ぐらい、あと何、あ、おしぼりください、プライベートストック、あ、治った、すいません、どうぞ先に入れて、どうだろう、直すのは結構、いや、ロースとかは多分水だから、やめな、顔をやんの、そんな汚くなるよ、なんで、なんでやめな、じゃあちょっとポンポンってするだけ、あんたに関係なくない、何急に前どこまで整形なの、目と鼻と全部じゃね、目と鼻、アンチエイジング、脂肪注入とアンチエイジングだよね、俺も一緒にご飯食べない、あ、イオリって男だったんだ、ずっと女性だと思ってた、おいおい、クリアなんだ、シナモンさん、ネパール、そうだった、知らなかったわ、リスナーさんとなんかデート配信みたいなのやらないの、しないっしょ、なんか配信でってなると出ないんじゃない、配信つけてデートしてくれる、逆にしない方がいいんじゃない、いや、したことあるわ、ある、206号しつこいなと思ったら俺ブロックしてるわ、あ、もちろんです、はい、俺のアンチ相当行ってきたんだ、10人しか、そう、だから数少ないブロックの1人、わかんない、俺ちょっとさっきのやつ、分かんない、分かんない、簡単、いおりくんじゃあ配信つけて出てる、俺も語ってたけど忘れちゃった、ごめんなさい、まあいいか、そ、大事な話じゃない、大事な話、全く見つけ、いや、ここまで来るやろ、お酒も飲むの、知らないお酒、初めて、ビキビキ、ビキビキレベルどう、え、51、そんなじゃん、気になんないよ、コメントは面白おかしく拾うだけ、ビキ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 、ヒマラヤの、よりさん、たくまの感じ違いますね、ビキ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 、飲んでみて、それは禁酒と、禁酒と誰か、ビキビキビーマ、有名なお酒なのあるあえてしかも漢字を間違えるのよ、アンチって、あ、わざと、わざと、本当に本当は知ってるのにあえて名前を変えるんだよね、よかったよ、ビキ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 、何の話したか忘れた、人間の質が悪い、少年腐ってる、これなんか靴下に落ちたらゴキブリ入りそうで怖いんだけど、ビキビ
ビビ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 しょうもない話しかしてないから。あ、思い出しちゃった、中国さんのインバウンドで4、50万出したの。まゆた疲れちゃった、帰って90万出したから、ここなんでこれ休んだって次来て100万で作ったから、いや実は前にちょっと広いから、私盆地だったのに水泳型同じ100万で水泳型、そういうことです。やっぱり。アクバイトやっちゃったから、払うのかない。そういうことなんですよ。で、まあ、通訳さんとかも。まゆちゃんのこの間の美容院の帰りの若い子たち。その人は帰ってから通訳。まあなんか、外配信、いいよね。なんか。知らん人と絡むことあんまないから。絡みに行けばいいじゃん。え、絡みに行けば。絡みたくないです、自分が興味ある人しか付き合っていきたくない。ちょっと話しかけるとか、普通に外、まあ話しかけるぐらいはあるよ。安くなるじゃん、ね、安くなるじゃん、天敵でさ、50万で必要じゃないでしょ。ビキ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 、しばらく辛抱というか、眉を見に来てるわけじゃなくて、俺のアンチをしに来てるじゃん、俺がブロックしてる人って。うん、行ったよ、あきこママのとご飯、たくまの枠で落ち着いちゃった、うん、つけえな、この76も肝心アイテム間違えて。メパチっていうの、そうなんだ、気持ちよくな、このメパチ、メパチ、メパチ、メパチになるのは3つ、もうそれは病気のあとはなんか NG ワードで私に、それも NG なんだ、ね、犬が言われる。ああ、なるほどね。じゃあどれだ、メパチ。なんか NG ワードだし、かわいそうって NG ワードにしてんの。でも元々一人だもんね。なんか動物愛護系でさ、かわいそうって結構言われるから、ね、NG ワードにしてたのね。で、なんだっけな、ロビンソンサンバー行った時に、なんかでかわいそうって文字が出てきて、それ NG ワード引っかかってて、ロビさんが鼻で笑ってた。こいつかわいそうって NG ワードにしてるんだ。ロビンソンサンバーじゃない、ロビンソンバー、ロビンサンバー。あ、そうだね、リアトツしたい、したいんだよ、来月の頭したいんだけど、しようかな。俺この前やって1時間半よ、そどんぐらい、3人、3人リア友じゃなくて、違う、あ、リア友は5人ぐらい来た、5人ぐらい、リア友5人ぐらい、それは入れてない。リアトツ町したいわ、じゃあ来月の頭しようかな、これ見たことない、来月の頭。どこでやるの？え？どこで？白壁じゃない？やっぱり。これ横浜でやった。地元だから。展開ないですね。ありがとう。あくちゃん大阪なんだ。大阪か。いつか行きますね、じゃあ。展開待ちの人いる？普通にダラダラしてるだけ。まあ、俺のリアとはたまたま結婚式の日だったから、喫煙所にみんな友達が集まったので、それで顔を出してくれた。リアとつではないんだよ。リアとつのために来たとか、寄り道。でもなんかすごいもう家って感じになっちゃってる、気持ちが、なんでだろう。
ゃあ前もって企画しとこう、ビアドズマチ。はい、あのタモリさんが東京に行くきっかけになった。相沢は俺フォローされてるけど、あ、コウキちゃんとコラボする。あ、そう、うん、206号がしつこいな、これ本当にずっと一番コメントしてるよ、多分一番コメントしてる。いや好きなんじゃない、やっぱ鍵つけてわざわざ来るもんね。そうそうそう、だからアンチが一番のファンなんだよ。いらないけどね、ゴミを。これ、なんかこれお好きな感じが全くしない。ケンティのコンカフェってある？エンディ、あの人コンカフェやってんの？知らなかった。これは何ですか？ずっと言ってんね、俺に対して。可愛く見えてくるんだよね、途中から。頑張ってんなって。まあ、キモいけどね。え、でもなんすごい、見て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 、ネズミ。新宿多いよね。こんなとこ登るの、すげえ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 。え、どこ行くのあれ？でもさ、雨の方がいいお酒だよ。え、これテキーラじゃん。あ、韓国ネズミ一匹もいなかった。雨の方はね。俺もタイ行った時もいなかったね。最高。全然テキーラのように自分が思った。雨の方は本当に。え、電波悪いの？もう嫌なんだけど。すげえ顔、キモい顔で止まってる、うちら。ネズミ見てる。いや、あの方はレベッカ。そうなんだ。え、ロシアのお酒飲んでるんですか？あ、治った。テキーラ、ロシアのお酒じゃない。違う。テキーラはだって治ったかな。ロシアでしょ。トイレがあれだと。こんな味なんですね。いや、たくま気取ってるんじゃなくて、あんなんかこう、あんまこういう感じなんじゃない。いや、コウキちゃんは知らないんだよ。前がエンディさんと揉めてんの。いや、ありがとうございます。知らないだけ。これすげえな、これ。正直って味わったことない。これはすごい。知らないだけだから。あ、ぜひ行って。酒の種類は。いや、総理気違いだから。いや、大丈夫です、終電あるんで。でもさ、面白いって言ってもさ、まあね、そうでは。嘘だよ。いやいやいや、こんなの嘘だよ。いいけど、いいけど嘘だよ。だってすごいじゃないですか。嘘と言いますか。幼稚園みたいで。どっちが？たくまが？俺が？枠じゃなくて。結局揉め事が好きなんですよ、なんか展開とか。人生で知らなかった。そうだ、憧れの人、ありがとう。忘れたけど、なんかありがとう。最近憧れ。でもさっき初コメじゃなかったっけ、俺。何でそういうこと。なんでそういうこと。初コメだったよね、オリーブね。いや、潜ってる人いるから。結構佐久間の悪口、ニンニンさん感じ違うね。ねえ、オリーブちゃん失礼だよね。潜ってたのかな。え、見たい。あ、美容院の時。じゃあ3日前からだね。最近、最近っていうか、3日前から憧れてくれてんだ、私の。え、携帯見たらあんじゃん。携帯じゃない、だって3日前じゃん、結局ね。やっぱいつからかっていうのは明確にしないといけない。今やったよ、誰の感覚は出たけど、ちょっとそれを見てます。たくま配信者向いてない。まあ、これで50万稼げちゃうからね。マウント取ってる。240号も配信してみれば。
あなたが配信に対して何か言えるのであれ。マジで V も作ってるの、みんな。やってみな、俺でさえ50万稼げるからね。え、20代の少しもらったんだよ。頑張んな。でもさ、なんでこの人がプラチナプラスなんだろうみたいな。多いね。あ、オリーブじゃん、タクマ嫌いだって。あれ、オリーブ俺のバッグいた気がするけど。見たかったのに。俺今、さっきのやつ、映像にしたり、音楽にしたり、あと詩にしたり。気のせいだよ。どこで見たんだろう。え、じゃあもういいよ。え、そのあ、ひでままだ。これ結構あたおか、思い出したわ。あ、今ない。うわ、思い出した。あた、思い出しちゃった。ひでままの枠だ。俺下げをして、で、ひでまま大好きとか言うのにフォローもしてないの。5人フォローがいて、思い出したわ。あ、そうなんだ。ひでまま枠で、俺のこと嫌いとか言ってた。意味もわかんない。アイテムも投げないし、ひでまま好きって言っても、アイテムも投げない、フォローもしない。ただ俺のこと嫌いって言いたいだけ。お前ここにも来たのか、バカ。アイコンは、ヘロイガです。思い出したわ。すごいね、記憶力。まゆ、うん、ちゃん好きだもん。お前フォローしてんのか、まゆ。してないね。憧れなのにフォローもしてないのか、ね。え、フォローないの今。なんで？これ口だけのやつ。本当に憧れじゃないから、気のせい。あ、タクマのアンチってこと？多分ね。タクマのアンチでちょっと 見たいからみたいな。そうそうそう。感じだから。まあ美容院は見てるのは確かだと思うけど。すごいね、でも記憶力。好きなのにフォローなしって何なのっていう話をしてた。でもアイテム投げないとフォローしないって。出てこないの今。来たかった、来たかった。いろいろ見てるんだけど。憧れであり好きであるのにフォローしないって、どういう人をフォローするんだろう。まだレベル1？ 全然ピキッツマイちゃんの含みワンピース。ワンピースおしゃれ。ワンピースワンピースだよ。ワンピースって1個だよ。ロングスカートにこれなんていうの。ワンピースって1個だよ。全般ワンピースだよ。ワンピースじゃないじゃん。ワンピースだよ。切れてるでしょ。ワンピースだよ。ワンピースね。ワンピースでほら。ほんとだ。ワンピースだ。すいませんでした。くるくるなってる。もういいよ、タクマやっていいよ。いや、もう帰るもん。あ、30分ぐらいで。やだな、もう。やんないの？駅までやれば。私タクシー乗って帰るし。メンバーリーマンだ。え、見たい。AU がね、悪いんかも。ね、ここね。もうさ、こういう話の下には見せれる状況を作ってる。私すごい見たいんだけど。今ないから。でもまだ3つ、4つしか出てない。どうしよう、ちょっと待って。大好きちょっと待って。そういうところを見て感じることを。いいね。あれがだけで言ったら楽しみ。あれがだったらどうしようかな。いやー、なんか配信やめてやめて。美顔器ついてる。登るよ。
でかい眉ね。前行く。ね、後ろに来ないで。で前に来るからじゃん。いや、わかんない。私遠いから。いや、もう下山しちゃう。いや、私遠いから。でかい。いや、どうしようかなって思っててさ。いや、私本当に遠いから。え？それもいいんじゃない？でももう分かっちゃったら、もう私はもう配信やんないから。じゃ続ければ、今電波いいし。悩んでも、もうどうしよう。途中でコーヒータイム。いや、さとみさんとこ行ってもいいなって思ったの。歩いて散策して。どうしようかな。ループしてる？ループしてる？じゃあ行ってる。え？69号。あ、枠がループしてる？隣の男いまいち。206号はただのアンチ。普通というか、まずくはないけれども。どう？